油がたっぷり乗ったサバが美味しい。衣にピーナッツをまぶしてカリッと香ばしく、音と香りで楽しむクリスピーサバフライをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずサバは小骨を除きます。ピンセットを使うと取りやすいですよ。2センチ幅に切って塩コショウを振り、水気が出たらキッチンペーパーで拭きましょう。サバの片面に混ぜ合わせた材料 A を塗り、薄力粉、溶き卵、混ぜ合わせた材料 B の順で衣をつけます。170度に熱した揚げ油で揚げ、油をよく切れば出来上がりです。カラッと揚げた衣はサクサク、中はジューシー。お弁当のおかずにもおすすめですよ。ぜひお試しください。